警察の中でも実際に犯罪被害者に対する支援は行われていますがその活動はあまり知られていませんそれを広く知ってもらおうというのがまず一番の狙いでした実際にはですね2回肉親の死に巻き込まれるというような事件はあまりありませんそこをいかにリアリティを持たせて書くかということが今回一番苦労した点です やはり15歳の少女ですから肉親の死というのはものすごく大きな衝撃を持って彼女に傷を残していると思いますただそれを考えた時にどうやって自分を守るようになるのかそしてどうやって成長していくかというのは意外と自然に自分の中でキャラクター造形として出来上がってきました 毎回非常に苦労しています。女性を描くというのは永遠のテーマだと思っていますのでこんなことないよと特に女性の読者からは思われるかもしれませんが今後もなるべく魅力的な女性を出していきたいと努力していきたいと思っています。 趣味が散歩といってもいいと思うんですが、えー、街はよく歩きます、えー、その中で実際に見た光景とかですね、えー、自分で経験したことを、えー、そのまま出していこうというふうにはいつも心がけています基本的には、えー、警察小説とあると同時に街を滑車する、えー、街小説の色合いも出していきたいなといつも考えています、えー、必ずしもそういうわけではなくて、えー、登場人物がですねどういう精神状態にあるのか えー、あるいはどんな人間なのか、それを表現するために食べ物は使ってます。人間は必ずあの何か食べないと生きていきませんから、えー、それを、えー、描くことによってどういう人物なのか、えー、どういうシチュエーションにあるのかということを、えー、うまく書き出せるんじゃないかといつも思ってます。えっと来年の夏ですね。ええ二千十七年の八月観光を目指して今準備を進めてます。えー、次回はですね。 非常に大きな事故が起きたというシチュエーションを持ってきまして何人も犠牲者が出ている中で被害者支援課の面々がどう動いていくか今までとはちょっと違うダイナミックな話になってくると思います。